これいってみます。久世福ラーメンですかね。ちょっとこれを言おうかなと思います。できました。久世福ラーメン醤油味ですね。なんか鰹節が結構入ってる感じなんで、これをいってみたいと思います。久世福商店の醤油ラーメンですね。じゃあ朝日座を吹きます。昨日なんか風邪っぽかったんでルル飲んで爆睡したら良くなりました。全然いいんですけど、ぼーっとしますよね。スープいきます。すごいかつおだし、かつお節ですか。いきますよ。ああ、この麺うまいっすね。ああ、かつお節がすごっ、うまい。かつお節好きな人にはたまんないんじゃないですかね。いいですね。なんかかなり個性はありますよ、これは。インスタントでこんなにかつおだしが効いてるのは初めてかもしれない。あ、これはうまいな。これはもうアレンジしないでそのまんまでだいぶレベルが高いと思います。最後にいきます。だしもうまいですけど、麺もうまいですよ。ああ、今日寒いけど晴れてるからいいですね。なんかちょっと今日ぼーっとしてんすよね。ルールを昨日飲んで寝て、風邪っぽくて、ここら辺がなんか風邪っぽいな。お風呂入って温まって、薬飲んで横になって寝て、爆睡できて、なんか風邪っぽさはなくなったなと思ってるんですけど、なんかまだめったにルルなんて飲まないから、体がなんかなんですかね、だるいというか、ぼーっとしてるというか、なんなんですかね。シャキッとはしてないんですよね。まあ、体調はいい感じに戻ってるんですけど、なんか、なんですかね、ぼやーっとしてるから。昨日バナナサンドでモネちゃんのちらっと見て、成功してて歌うまいなぁと。ジブリの、何でしたっけあれ、ラピュタでしたっけ、あの曲って。確か。違ったかな。いい曲ですよね。あの曲好きなんですよね。で、うまかった。まあでもなんかさすがにいい声だなと思いましたけど、もともと歌うまいから成功するなと思ってたんですけど、見事でしたよね。釣られなかったっすよね。ハモリ我慢で。これは何ですか、佐藤健さんの話がまた、綾瀬はるかさんの話と、義母と娘のブルース、ファイナルが、視聴率がシリーズ最低だったのね、ジェってけどもね、10% 超えたからすごいと思いますよ。で、綾瀬はるかは女優として正念場を迎えている、レジェンド&バタフライもこけた。リボルバーリリーも再三ギリギリ。もちろん、綾瀬一人でドラマや映画作ってるわけじゃないな。そもそも数字だけ見ると、少々寂しい感じになってる。これについて、芸能関係者に聞くと、ギボームスシリーズ史上最低視聴率は、綾瀬さんにとっても気の毒な面もある。簡単に能登半島事件。あー、地震がね、そうね、あってね、全国的にノベルドラマを見てる雰囲気ではなかったですと。逆にそれでも視聴率で 10% 超えてるんだから、少年はちょっと言い過ぎではないでしょうかという反応が返ってきた。いやでもこの時代に 10% を超えてくるっていうのはなかなかだと思いますよ。やっぱりギボームスだなっていうふうに思いましたけど、クライアントが懸念する佐藤健の存在ってのが。一方、広告代理店関係者は評判や好感度には敏感なクライアントたちがもしそう感じていたら、とっくに昔に撤退してるはずですよと。綾瀬の正念場説を一生に伏す。まあまあでも CM は確かにめちゃくちゃ出てますからね。実際、レジェンド&バタフライ公開以降の綾瀬の CM 起用者数を見てみると、前年の8本から10本にクライアントの数を増やしている。綾瀬に出演オファーを出しているクライアントは後を絶ちません。現在、彼女が契約を結んでいない自動車メーカー、不動産といったスキーマーのジャンル企業が虎視眈々と起用を狙っているようですよと。CM 情報といえば、現在21社のクライアントをの契約を結んでいる川口春奈をすぐに思い浮かべる。業界関係者の共通認識は、実はヤセンがここ数年同率1位のような感覚なんですよ。その一つの指針となっているのは CM 露出です。契約者数は川口の方が多いのですが、テレビで応援される時間が最も多いのが綾瀬はるか。テレビで視聴者が綾瀬みんなで低いということ。まあ確かに、綾瀬はるかさんのクライアントって大手多いですよね。川口春奈って何でも出てるイメージですよね。なんだっけ、あんた、なんとかの何なのさって、何でしたっけ、CM。あれ、なんだかよくわかんない CM じゃないですか。どこの会社っていうね。知名度ないところは、綾瀬さんは出てないですよね。でも、川口さん何でもやるみたいな感じですかね。最も綾瀬の唯一のアキレス腱は結婚のようだと。彼女はミステリアスな私生活を警戒している。クライアントさんとの打ち合わせの席で先方の幹部からは、佐藤健さんと綾瀬さんは本当に結婚は本当にあるんですかなんて真顔で聞かれるんですよと。コロナ禍で上級国民批判で、そもそも、なるほどなと、飲みぬとの結婚噂とか、お母さんのお金のトラブルとか、あとコロナでなんかいい病気、入院した時に優先的なんじゃないのかとかってなったね。少しも陰に見せてない奴らはどうやら大きなターニングポイントになる奴らの結婚で、だからそこが佐藤健さんとの結婚ってこと。これ何なんですかね。でも佐藤健さんがあんなにしないって否定しててもやっぱりまだ気になるんですかね。もう結婚は僕はしばらくしません。仕事に専念しますって佐藤健と綾瀬はるかさんって別にリボムスで共演しただけであってなんか取られたわけでもないのになんでここまでみんな気にすんのかなって感じが。確実にもう付き合ってるって宣言してる人たちっていっぱいいるじゃないですか。まああと取られたり、ここ最近ジャニーズめちゃくちゃ取られてますけど、佐藤健さんは全然取られてないんでですね、ここ最近は気にする必要あるのかななんていうふうに思ったりしますけど、まあなので佐藤健さんのことを航空代理店がクライアントは気にしてるという話でした。